失うものなどありません。あなたが悪魔だろうと構わない。契約です、ラプラス。私に力を貸しなさい。そうこなくちゃ。じゃあ早速牙をあげちゃう。リアクターですか。そんなチャッチなおもちゃじゃないわ。優秀なあなたにはそれ相応の世界を呪えるほどのスペシャルプレゼント。杖はおまけね。どう？いけそう？ええ、まだ慣れませんが、害虫駆除には十分です。ほら、村の生き残りか。目撃者は全て皆殺しにするぞ。さあ、はい。慈悲は必要なさそうですね。まがまがしきこの力、存分に使わせていただきます。甘いですよ。それ後悔させてあげましょう。ほらほら、喰らいなさい。これはどうです。ほら、悪いですね。さあ、それどうです。ほら、それどうです。それ甘いですよ。これが耐えられますか。化け物は。私が化け物、これはいいなこと。ではあなたたちのような村に獣を放ち人を殺める外道は何とお呼びすれば。俺たちはただ上官に指示されて。上官ですか。そうだ、クレー少佐。少佐が指示したから俺たちは。もう結構です。怖い鬼畜。クレー少佐というのは。今回の現場指揮官よ。今は丘の上の高台に陣を構えて。そうですか。ちょっとまさか行くつもり。いくらその力でも軍の精鋭兵たち相手じゃん。分かっています。確かに強大な力ではありますが、馴染んでいない現状では分が悪い。それは分かっています。復讐を遂げる前に無駄死にするつもりはありません。ならどうして。外道の顔を拝みます。この胸の炎に薪をくべるため。さあ行きましょう。え、私も。ルチナ、そんなところにいたら見つかってしまいますよ。早く隠れてください。お願いですから。悪いけど干渉に浸ってる場合じゃないわよ。分かっています。彼女たちはここで眠らせてあげましょう。ベルティーナ、リンゴの売り込みうまくいきましたよ。これもひとえに
あなたのおかげですね。裏切りのリンゴにも使い道は必ずある。そう信じてくれた。あなたの。私の復讐に手を貸す契約では。はあ、分かったわよ。あらら、実験体がまだ残ってたのね。致し方ありません。ここで眠りなさい、哀れな獣よ。熱帯ね。喰らいなさい。時期は与えませんよ。ほら、それ。どうです。目障りね。どうです。楽しい。それ。邪魔。どうです。ほら。いい。どうです。逃がさないよ。どうです。ほら、それ。狙い撃ちよ。悪いですね。はい。悪いですね。楽しい。さあ、それ。残念です。ほら、捕まえて。さあ、はい。ついでです。あー。さあ。もう何なの？狙い撃ちよ。さあ、悪い。切り裂け。復讐の刃。いいお味です。これが耐えられますか。ねえ、本当に覚悟はいいのかしら。ここから先の道に踏み入れたらもう引き返せないわよ。進みますよ、たとえそれが煉獄に続く道であろうと。下道はこの丘の先に。